長谷川健太長谷川健太は日本の元サッカー選手、サッカー指導者、サッカー解説者、静岡県清水市出身。現役時代はフォワードとして活躍し、右45度から放つ豪快なキャノンシュートを得意としていた。また、右足から繰り出される正確なクロスボールは健太リングとも呼ばれた。小学6年時には清水 FC の一員として、 全日本少年サッカー大会優勝、静岡県立清水東高等学校時代は、小学生時代からの名優大、江野木勝美、堀池匠と共に、清水東三バガラスとして、高校サッカーで活躍した。筑波大学を経て1988年に日本、サッカーリーグ一部の日産自動車サッカー部へ入部、同年からの2年連続参加に貢献した。 1990年、アジア大会終了後の怪我で日産を、大部、怪我をしていながら、オファーを出した清水への移籍を決断した。1991年に J リーグ設立に際して、誕生した地元の清水エスパルスに入団。1993年、ファーストステージ第7節のジェフ戦で、J リーグ初ゴールを挙げたるなど、初年度は36試合10ゴールを挙げた。 1996年の J リーグカップでは、準決勝のベルマーレ戦で1ゴール、決勝のベルディ川崎戦では先制ゴールを決めるなど、クラブの初タイトル獲得に貢献した。1999年には、J リーグセカンドステージ優勝に貢献し、この年の天皇杯を最後に、現役引退した。J リーグ通算では207試合に出場47ゴール。 J リーグカップでは41試合12ゴールを挙げた日本代表としては1989年のイラン戦で代表デビュー1990年のアジア競技会以降は代表から遠ざかっていたが1993年開催のワールドカップアメリカ大会アジア最終予選直前のコートジボワール戦で約3年ぶりに日本代表に復帰同予選では4試合に出場 イラク戦では59分まで、プレー、ドーハの悲劇を経験した。1995年のダイナスティカップ、韓国戦まで代表で、プレー、A マッチ通算27試合に出場した。浜松大学、清水ウエスパルス引退後は NHK でのサッカーの解説者、サッカーの指導者として、浜松大学サッカー部監督を務めた。2005年シーズンに、フルス、 清水の監督に就任。監督1年目は経験のなさを指摘され、チームも広角、入れ替え戦ラインをさまよい低迷したが、2年目の2006年シーズンからは、岡崎慎司といった若手選手を積極的に起用する、ことで、チームの世代交代を成功させ4位と躍進を遂げた。その後も、上位を保ち、優勝経験がありながらも、経営難時代から低迷が続いた。 エスパルスを見事復活させた。タックル数が極端に少ない緻密なゾーンディフェンスを敷くとともに、市川大輔や大田康介、小玉信羅のサイドバックの攻撃参加を最大限に活かすサイド攻撃を徹底させる戦術も機能した。2009年シーズンは第28節の広島戦を終えた時点で10年ぶりにリーグ首位に立ったものの、 第29節で最下位の大分に敗れ、その後5連敗を喫するなど1勝もできず、シーズン7位に終わる。2010年シーズンは、開幕から12試合負けなしと好発進。W 杯前の前半戦を、リーグ首位で折り返すも、第18節の横浜 F マリノス戦で敗れてからは2勝、2分け6敗、ナビスコ杯も準決勝で敗退した。2010年シーズンの、 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝戦の退化しませんを最後に監督を退任。リーグ戦では就任初年度を除き一桁順位をキープし続けたが、カップ戦では3度決勝に進出しながらいずれもタイトルを逃してしまった。サッカー解説者ガンバ大阪2011年からはサッカー解説者に復帰し、NHKBS1、J リーグ中継をはじめ、 プレミアリーグ、セリエ A のテレビ中継解説者等を務めた。2012年ロンドンオリンピックでは、ジャパンコンソーシアムの解説者として、男子サッカーを担当した。2013年、J2 ガンバ大阪の監督に就任。J2 降格の原因となった、守備の立て直しに着手しつつ、ガンバの持ち味である攻撃サッカーを継承。序盤こそややつまずいたものの、 それまで、出場機会が乏しかった若手選手を積極的に起用し、中盤以降は安定した内容で昇格権を維持し1年での J1 昇格と J2 優勝を達成した。J1 に復帰した2014年は、前半戦こそ苦戦を強いられ一時は降格圏内に落ち込んだが、後半戦に入ると一気に巻き返し昇格1年目ながら、G 大阪を9年ぶりのリーグ優勝に導いた。 その年の J リーグアウオーズでは、自身初の最優秀監督賞を受賞。J リーグで、選手経験を持つ監督としては4人目、現役時代のところ族と異なるクラブを率いての受賞は、初となった。また、9月には、日本人監督としては、西野明以来となる、J1 通算100勝目を達成した。さらに、この年、ナビスコカップと天皇杯も制し、 J リーグの日本人監督としては初の国内三冠を達成した。2015年監督として初挑戦となった ACL は J リーグ勢最高のベスト4に進出するも準決勝でこの年 ACL を制した中国の杭州に敗れた。国内ではリーグ戦で3位に入り CES 出場権を獲得。準決勝で年間2位の浦和を破るも決勝で 年間1位の広島に敗れるリーグ連覇をあと一歩で逃した。ナビスコカップも準優勝となったが、天皇杯では2連覇を達成した。FC 東京2018年からは FC 東京を指揮。長井健介やディエゴ・オリベーラなどの活躍もあり、シーズン前半までは好調を保っていたが、夏の遺跡マーケットで補強に失敗すると、その後急失速。 最終的には6位で終了した。2019年は、久保建英のブレークもあり一時は首位に立つなど好調をキープ。最終節の横浜 F マリノス戦まで優勝の可能性を残したが、試合に敗れ最終的に2位で、フィニッシュ ACL 出場権を獲得した。2020年は6位に終わり、2年連続の ACL 出場権獲得はならなかった。 日産自動車サッカー部に入部した1988年2ヶ月間のブラジル留学を経験した。これはカモアマネのハカライトオスカーの中立ちにより実現したもので、長谷川は JSL カップ開幕を前に到着し、サンパウロ FC の2軍の練習に参加した。ちなみに、清水秀彦が帯同している。当初は練習のみに参加する予定であったが、 監督のカルロス・アルベルトに実力を認められ、特別措置として2軍の公式戦2試合に出場した。結果は上々で、長谷川はチームに残らないかと勧誘されたという、その他の公式戦。ありがとうございます。